リナックスリバティンフォントによる沖縄。オレオハワイアイに2つの沖縄が使われている。比較のため、全体をシングルクオーテーションマークで囲んでいる。ウズベキスタンの切手。国名表示を、ズベキストンに王が使われている。は、いくつかの言語の表記体系で使われるラテン文字、または記号である。ユニコードコードポイントと名称は U プラスレイ BB、モディファイアレターターコンマ。 この他、セム語派のいくつかの言語のラテン文字転記で、有声イント擦音を表す、すなわち文字アインの転記に使うことがある。しかしこの用途にはこの文字ではなく、U プラスレイにボーイフレンド、モディファイアレターレフトハーフリングが好ましい。なお、この文字は、正門閉鎖音ではなく、正門閉鎖音のための文字は左右反転した、U プラス0に B。 モディファイヤレターライトハーフリングである。ポリネシア諸語の、は、正門閉鎖音、を表す。ポリネシア諸語ではこの音は原則として、母音の前にのみ現れる。ただしこれは、正門閉鎖音の特徴というより、ポリネシア諸語のシーン全般の特徴である。特別なシーンではなく、語頭にも立ちうるので、で始まる語もある。日本語への音舎では、即音、が使われる。 ただし、音韻としては、ほぼ正しいが、一拍当てるのは、長すぎで、他の詩音と同様に拍の頭で短く、発音すべきである。ポリネシア諸語の多くの言語が、正門閉鎖音を有するが、その由来は同じではない。正門閉鎖音は、ポリネシア諸語に、すでに存在し、トンガ語やラパヌイ語にはその音が残っている。しかし、 ポリネシア諸語の大半ではその音は消滅した。それらの言語のうち、ハワイ語、タヒチ語、サモア語などでは、別の様々なシ音が変化して、正門閉鎖音になった。したがって、で表される、各国語の音は、同じ正門閉鎖音であっても、同源ではない。垂直アポストロフィの字型は、ローマン体では、アポストロフィやコンマ、のような数字の、 9字型ではなく、6字型である。すなわち、左シングルクオーテーションマークと同型である。ただしレンダラーによっては、クオーテーションマークとは、大きさや位置が少し異なる。アスキー文字しか使えないときは、アポストロフィープラス0027アポストロフィーを使う。この場合、アポストロフィーの字型に伴い、様々な字型になる。多七語のエタの字型は、 標準化が進んでおらず一定しない。タヒチアカデミーはウェブサイトで、文字コードでは、アポストロフィ、画像では垂直アポストロフィを用いている。沖縄に大文字、小文字の区別はない。沖縄で始まる単語をタイトルケースで書く場合は、沖縄の次の字が大文字になる。沖縄、文字としては、アルファベット順で最後だが、5アルファベット順に並べるとき、沖縄は無視される。 タヒチ語には、複数の聖書法があるが、非標準なものの中で、比較的普及している、ラーポと式では、エタを使わず、直後の母音字にグレーブアクセントをつける。ただし、タヒチ語には、母音の長短の区別があり、長母音は、マクロンで表すが、正門閉鎖音長母音はアクセント記号を重ねずに、サーカムフレックスを使う。ウズベク語の、は、独立した文字ではなく、 直前のラテン文字と合わせて一文字をなす。をつけた文字は元の文字と少し異なる音を表す。これらには1929年に最初に導入されたラテン文字表記や1940年に導入されたキリル文字表記では明確に異なる文字が割り当てられていた。王オオは王オオより少し狭い母音である。カナで無理に区別するなら王オオはあっぽい。 お、おおは、うっぽいおであり、例えば国名のお、ズベキストンは、ウズベキスタンである。GG は、大まかに言えば、閉鎖音、GG に対する摩擦音、であるが、厳密に言えば、超音位置が後にずれた、後部難航外音、あるいは言い換えると、と、の中間的な音である。 同源のルイジオンを持つトルコ語族の言語として、アゼルバイジャン語の、やウイグル語の GHGHGH GH GH がある。ウズベキスタンの切手、垂直な、が使われている。6字型のほか、垂直な字型も使われる。ありがとうございます。